新型レクサス NX予約しました。はい、どうも、車買うチューバーワンソクチューブです。以前にお伝えしていた通り、私、ワンソクチューブはですね、レクサス NX 購入というかですね、予約、してきました。見積もり解禁日が本日なんですけれども、もうね、結構大変なことになってましたね。いや、こんなことになるのは、うちの担当営業さんもう初ということで、それだけね、今回のレクサス NX 新型 NX の注目度が高いということだと思うんですけれども、なんか最近ランクルもそうですけど、なんかちょっと新型車の先行受注って結構過熱気味だなと思います。まあ、それはまあ私みたいな YouTuber とかブロガーとかインフルエンサーが買うぜって言ってるのを煽ってるっていうのもあるかもしれないんですけれども、今までこんなことなかったと思うんですけれどもね、結構その、まあ、どんな状況になってたかっていうのをですね、今もう速報としてですね、レクサス NX、予約速報ということでお届けしたいと思うんですけれども、私ね、今回もうすでに、商談はもうだいぶ前から予約はしてたんですけども、平日ですよ、土平日の真っ昼間ということで、なかなか行ける人っていうのは限られてるかと思うんですけども、もう商談ブースいっぱいということで、ちょっと早めに、来てくださいというふうにもうあらかじめ言われてました。商談ブース埋まりそうだっていうことで、で、回転シャッターしてですね回転前に並んでですね、まあ、一番乗りで行ったんですけれども、まあその後、まあ案の定というかですね、もう商談ブースいっぱいで、セールスさんもみんな付きっきりですよ。なので、まあすでにね、商談の予約をされていた、まあ既存のオーナーさんの、商談が入っていたんだと思うんですけれども、この状況で土平日でこれっていうのは多分相当今までないっていうふうにおっしゃってたんで、土日になったらどうなっちゃうのっていう状況だと思うんですけれども、おそらく普通に平日働かれてる方っていうのはですね、有給でも取らない限りは土日の商談を予定されてるかと思うんですけれども、すでに商談の予約いっぱいということで、一元さんとかですね、アポなしで、レクサスのお店に行って、NX 欲しいんだけどって言っても、多分もうセールスさん空いてないとかっていう状況が往々にして考えられますので、間違いなく、今までお付き合いがなかったとしてもですね、電話なりネットなりで、予約をして、商談に挑まれないと言っても、ちょっとセールスさんがいなくて買えないと、商談ができないということも想像されますんで、そこはですね、お店に迷惑がかからないようにですね、事前にアポを取って、お店に行かれることを、推奨したいですね。なので本当にいきなりアポなしでフラッと行って NX 商談したいんだけどって言って、誰も来なくて放置されて、なんか頭に来ましたっていう風なね、ことを言う人も中にはいるかもしれないですけども、そのぐらい今回の NX の商談はですね、相当混んでるということですので、まあこれを見た方でですね、これから商談を予定されている方はですね、あらかじめアポイントを取って、お店に行かれるように、してください。で、今回の NX を購入するにあたってはですね、先行販売予約サイトみたいなのが、立ち上がっていると。まあ、ネットで、その予約をして、それとあとお店での、商談を持って、ようやく、まあ、購入に至るというような話になっています。これも今までなかったことですので、私も初めてですね、まあ予習はバッチリしていったんですけれども、今回の NX は本当にパワートレインも4種類展開があって、さらにグレードがね、 F スポーツ、バージョン L ノーマルとかあったり、さらにね、このパワートレインにはこのグレードがないと、 F スポーツがないグレードもあったり、逆にバージョン L とノーマルがないグレードがあったりとかするっていうことで、予習をしないでいきなりお店に行って NX くださいって言っても、そっからセールスさんが、いや今回の NX はパワートレインが4種類ありまして、450H プラスにはベースグレードがなくて AWD のみの展開でっていうのを一から説明していったんでは、もう一件の商談にどのぐらい時間がかかっちゃうんだろうって、もう
考えただけでもゾッとするっていうような状態になってますので、まあ私の YouTube ご覧になってる、視聴者の方はですね、まあ少なくとも私の1個前に出したレクサス NX 購入前にチェックした22の項目という注意点という動画出しましたので、それをまあチェックしておいていただいてから最低でも商談に挑まれた方がいいと思います。多分、ね、商談だけで疲れちゃうと思います。で、自分の中でも大体どのグレードにしようかっていうのを決めてですね、商談に挑まれた方がいいと思います。で、私の商談中もですね、後ろの商談ブースではですね、もう4人、3、4人、商談されてたんですけれども、まあ、マーク・レビンソンがとかね、AWD がとか、バージョン L がとか、ハイブリッドがっていう言葉がよく聞こえてくるほどみんな NX の商談してるんだなっていうのがよく分かったんですけども、そのぐらい今回グレードの選択悩ましいです。で、私が何を買ったのか速報ということなんですけれども、もうちょっと引っ張っちゃおうかな。何を買ったでしょうかというのは、動画の最後でお伝えしたいかと思うんですけども、まあ、そのぐらいですね、私も実際今回今日、商談に行って商談席に着いて、本当に最後の最後まで悩んでいた、グレード選択でした。で、1個前の、動画でですね、本当22の注意点の動画でですね、本命が2つあるというふうに言ってましたけれども、まあ、NX350 というね 2.4 リッターターボの、F スポーツ AWD か NX350H というハイブリッドの F スポーツの FF か、ということで悩んでいましたけれども、見積もりを取ってみたらですね、やっぱり価格がほぼほぼ一緒と、込み込み価格に関してはほぼ変わらずと、まあ車両本体価格自体はですね、まあターボモデルの方が若干安いんですけれども、やっぱハイブリッドはですね、免税も入りますし、その辺が、結構変わってきてですね、しかも、ハイブリッドでは AWD じゃなくて FF も選べるということで、 FF の 350H の F スポーツと、ターボの 350F スポーツの AWD とだとほぼ、込み込み価格が変わらないという状況になりました。まあいろんなグレードで見積もりもいただいたので、それの、レポートっていうのもね、してみたいと思いますし、どのグレードにどのオプションをつけて買うのがベストバイなのかっていうのも、そのね、もう10パターンくらい見積もりいただいたんで、本当にありがとうございましたって感じなんですけども、その、見積もり、いろんな見積もりのレポートも今後、動画にしていきたいと思いますけれども、まあ、速報としてはですね、やっぱり、肌感でもですね、350H の F スポーツですね、ハイブリッドの F スポーツか、350のターボの F スポーツにやっぱ、人気は集中している模様ですね。まあ、色に関しては結構ばらけそうですね、今回。まあリセールを考えると、やっぱうちのセールスさん、私のリセール先生でもあるんですけれども、リセールを考えるのであればやっぱり白か黒がまあ間違いなしと。で、確かにソニッククロムとかソニックチタニウムみたいなシルバー系もめちゃくちゃかっこいいんですけれども、私も、仙台 NX 購入してましたけれども、ソニックチタニウムやっぱね、イメージカラーでもありましたし、コンセプトモデルがですね、やっぱシルバーだったので、それに近いソニックチタニウムを選んだんですけども、売却するときに白か黒だったらもう一声出ましたよと買取店さんに言われてしまったんですよね。なんで10万15万は余裕で変わってくる可能性があると。いや、同じグレードの、同じ仕様でも色が違うだけで、10万15万変わってくると。それが白黒はやっぱプラス査定で、シルバーはまあ標準査定で、それ以外の色っていうのは逆にマイナス査定になることが多いということで、例えばヒートブルーであるとか、ラディアントレッドであるとか、そういった特別色であっても逆に、白黒より安くなるというのはもう本当世の常ですので、そこはね、よっぽどやっぱ青が好きとか赤が好きっていう方は全然、そのリセールを考慮しないで買うのがいいと思うんですけれども、特にこだわりがないと、どうせだったら売るときに高い方がいいよという人はですね、まあ迷ったら白か黒を買っとくのがいいんじゃないかなと思います。で、特に私、まあネタバレを少しずつしておきますと、まあ購入したのはまあ
事前にね言っている通り F スポーツです。でやっぱり今回に関しては正直リセールは分かんないです。バージョン L がいい場合もあります。でも大体今までのレクサス車の、リセールの常から考えるとですね、バージョン L よりも F スポーツの方が、リセールが高い傾向にあるということで、私はもう最初から F スポーツ一択ということで考えてました。ただし今回の NX に関してはですね、いやバージョン L 相当魅力的でしたね。っていうかコスパはいい。だから、1個前の22の注意点の動画でも言いましたけれども、バージョン L にはですね三眼 LED と、後席の、電動リクライニング電動格納と、リアシートヒーターが標準装備となっています。でこれらを F スポーツに、つけるとなるとですね24万円ぐらいやっぱオプション費用がかかってしまうと、いうことなので、その時点で、同じ装備内容を選ぶとするとバージョン L の方が、まあ、24万円程度はお買い得になる計算になりますよね。まあ、F スポーツがじゃあどこが違うのかっていうと、まあ、フェンダーアーチがボディ同色であるとか、あとはナビ AI AVS というね、電子可変サスペンションが、ついているっていうのと、あと、パフォーマンスダンパーが、前後についているというところが、バージョン L よりも優れる、まあ、走行性能のところに振っているというところで、まあ、24万円分の、オプションがレスになっているのが、まあ、そこに、ナビ AI AVS と、パフォーマンスダンパーと、専用の内外装の部分で、加えられているというふうに言い換えることもできますが、でもバージョン L もやっぱ同じ20インチのアルミホイル履いてるし、さらにね木目のパネルもついているしということです。で24万円安く導入できるということなんで、相当ねコスパに関してはバージョン L 魅力的ですよね。だから F スポーツからバージョン L に変えて24万円浮いた分でマーク・レビンソンつけるっていうことも可能なわけですよね。それでも F スポーツと込み込み価格は一緒という形になるので、そういう買い方もできるということで、今回は相当個人的にはねバージョン L いいんじゃないかと。で今までのバージョン L ってどっかちょっとなんか、ベースグレードと同じ見た目になるので F スポーツに比べるとなんか素っ気ない印象もありましたけども、今回の NX に関してはですね、グリルとかも専用のね縦縞になっていたり、あとやっぱね、ホイールのインチも同じ20インチ履いているということで見栄え的にも相当良いと。であと個人的にはねやっぱフェンダーアーチはボディ同色よりもブラックでモールディングされてる方がやっぱ迫力があるように見えるので、まあ本当はねグロスブラックで、塗装されてる方が見栄えはいいかなと思うんですけども、なのでバージョン L のね無塗装のホイールアーチがついてるのも個人的にはデザイン的にはいいなと思う部分ではあったので、だからね今回蓋を開けたらバージョン L でもリセールがいいという可能性はありますけれども、まあ、間違いないのは、まあ、F スポーツですね。 F スポーツがリセールが悪いということは考えられないので、まあ、悩んだら F スポにしといた方がいいと、まあ、ただ価格がちょい高だっていうのは考慮の上ですね、買われるのがいいんじゃないかとは思うんですけども、 F スポーツに、しました。で色は、まあ、先ほども言ったように、ソニッククロムとかソニチタみたいなのもすげえいいんですけども、まあ白黒にしました。で今回は白にしたか黒にしたかどっちだと思いますか。で今までレクサス購入してますけれども、今これね、お届けしているのはレクサス IS 乗ってますけど、これモードブラック乗ってますよね。まあモードブラックでも白はあるんですけども、モードブラックの、グラファイトブラックというね、黒にしました。でその前乗ってたのがレクサス RX のホワイトノーバで、レクサス UX もホワイトノーバで、その前乗ってたのも、レクサス RX450 のホワイトノーバで、その前も、乗ってたのがレクサス NX の、ソニックチタニウム、その前乗ってたのが、レクサス IS の、スターライトブラック、パールエフェクトだったかな、なんかその真っ黒だったということで、意外と白が多いんですよね。で一番最初に乗ってたのも CT でしたけれども、あれは、ホワイトパールクリスタルシャインという白でしたけども、8台乗り継いでるレクサスアタ以下ですけれども、今回の NX は
白ホワイトノーバガラスフレークにしました。まあ今回 IS が黒だったからというのもありますし、私が乗ってる他の車ほぼ黒ということで、まあ今回ベゼルがね、白黒ツートンが納車されたんで黒率が少し下がりましたけれども、一時期、前代黒というね、7台持ってて全部黒という、黒の軍団と化してた時がありましたけれども、まあちょっと黒比率を弱めるという意味もあり、あとはまあ絶対ブラックの NX とかかっちょいいだろうなと思いつつも、まあレクサスの SUV だったらホワイトノーバがね綺麗すぎるんですよ本当に。あの私も超絶ホワイトノーバガラスフレークという白大好きな色でもあるんですけど、うちの嫁さんもレクサスの白はいいということで、あのガラスフレークっていうね、あのキラキラが入ってるんですけれども、レクサスではですねソニッククォーツというね、白もあって、それは F スポーツ以外に設定されている白なんですけれども、それもね結構綺麗なラメパールが入っている白なんですけれども、それとホワイトノーバーガラスフレーク並べるとソニックコーツがね基盤で見えるぐらい本当に純白度の高い綺麗なガラスフレークが入っている白が F スポーツ専用のホワイトノーバーなんですよね。で汚れも目立たないということで、めちゃくちゃ超絶いい色なので、今回もまあレクサス SUV はですね、今までほぼ白買ってる私ですけれども、今回も NX は白にしました。まあ本当だったらソニッククロムとか、ソニックチタニウムとかガンメタみたいなあれとかもめっちゃかっこいいだろうなと後ろ髪引かれる思いですけれども、やっぱね私の乗り換えが早いというのも考慮してですね、白黒、リセールを重視した色にさせていただきました。そして、私が何のパワートレインを買ったのかというところで、ハイブリッドにしたのかターボにしたのか、あとは超、大穴のプラグインハイブリッドにしたのか、さらにはコスパを重視した 250 2.5 リッター NA にしたのかというところですけれども、皆さんどんな、予想を立てていらっしゃるでしょうか。では発表したいと思います。私が購入したレクサス NX はダーン NX350F スポーツということで、 H ではなく、ターボの 2.4 リッターターボ AWD にしました。パチ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 。いや、なんでターボモデルにしたのかというのは、ほんと直前まで 50-50 でハイブリッドと悩んでました。でもなんでターボにしたのかというところなんですけれども、走りの楽しさという面ではターボがいいんじゃないというのが、試乗会に行ってきた、私のセールスさんのおすすめと。でも私ハイブリッド好きなんですよ。なのでまあ腕速さんだったら多分ハイブリッド好きだと思いますよっていう提案もしてくれたんですけども、ただですね、私ハリアーハイブリッド乗ってるんですよね。で NX のハイブリッドはまあハイオク仕様になって若干ハリアーハイブリッドよりもパワートルク増してるハイブリッドにはなるということなんですけれども、同じパワートレインを、インプレッションしても同じ感想に落ち着いちゃう。やっぱいいよねこのハイブリッド、リチウムイオンでモーターのトルクもあって燃費も良くてっていう印象というかですね、レポートになっちゃうんじゃないかなっていう懸念というかですね、まあハリアハイブリッドの良さは重々何度も言ってると思うんですけど、めちゃくちゃいいんですよあのハイブリッド。なのでハリアハイブリッド乗ってなかったら多分私 NX350H にしてたと思うんですけども、まあ、ハリアもあるということで、それだとやっぱり未知のパワートレーンという意味ではですね、350のターボは、トヨタレクサス含め、そのパワートレーンを搭載しているモデルっていうのはないので、レポートをする上ではですね、皆さんの参考にしていただくという意味でも、まあターボモデルにしようかなと思った次第です。
まあもちろんね、2.5 リッターの NA も、今んとこ確か他のトヨタと、レクサスの中でも採用してるパワートレインはないと思うんで、それと8速 AT の組み合わせとかも超絶興味あったし、レギュラーガソリンだし、いやいいなと。ただ250には F スポーツがないんですよね。なんでコスパがいいバージョン L R っていうのは、本当レクサスを初めて乗る人とかエントリーとしてはですね、250のバージョン L 超絶おすすめなんですけども、まあリセール重視の私としてはやっぱ F スポーツを選んどいた方が無難かなっていうのもあり、あとですね、プラグインハイブリッドの痛快すぎる走り、もうラブ 4PHV はもう超大絶賛して、去年乗って印象に残った車、ワンソクアワードっていうのを毎年年末にライブでお届けしてるんですけれども、それのドライブフィール部門ノミネートしてたほど、ラブ 4PHV っていうのはもうめっちゃ走り良かったんですよ。もうほんと BM の X3 とかあたりと比較しても負けてないんじゃないっていうぐらい、超絶印象の良かった、車だったんで、それよりもさらに、専用チューニングがされているという NX の、プラグインハイブリッドだったら絶対いいだろうなと思ったんですけれども、まあ私やっぱ集合住宅っていうのもありですね、まあ自宅で充電ができないというところと、あとねやっぱリセールに関してはちょっとプラグインハイブリッドはハテナがつく部分、やっぱバッテリーの懸念なのか何なのか分かんないんですけども、残価設定クレジット、まあ、残クレで組んだ際の残価率に関してもですね、 NX むちゃくちゃいいんですよ。もう今までの NX よりもはるかにいい、残価率が今回設定されてます。ただ今までねレクサスって、まあ、これ反社によって、違うと思うんですけども、残価保証型のクレジットだったんですけれども、ある時から残価保証じゃない、まあ、残価設定クレジットになってるんで、この値段で必ず買い取りますよという保証してくれるわけではないんですけれども、まあ、それでもね、残価率が良くないとそもそも、その残価を設定してローンが組めないので、そのね残価率がいいに越したことはないんですけれども、まあ、今までの NX が5年で 38% ぐらいだったかと思うんですけども、まあ、これ反社によって変わったりしますけれども、それが今回、だいたい 44% 前後と、これも反社とか、あとはそのお客さんとかの状況とかによっても変わるかもしれないですけど、 44% 前後出てるということで、めちゃくちゃ5年で 44% ってありえなくないっていうぐらい、ランクルはもっと出てると思うんですけども、なんかそれに匹敵するぐらい、残価率むちゃくちゃいいんですけども、そのぐらい、リセールがいい車になってると。でそれはターボでもハイブリッドでも一緒と。ただしプラグインに関しては若干残価率落ちると、38とかそのぐらいになるんじゃないかと思うんですけども、まあ良くなってそのぐらいということなんで、まあラブ 4PHV もラブ4がいい中でやっぱ PHV モデルだけ残価率下がってたという経緯がありますけれども、まあ、NX でもまあご多分に漏れずということで、パワートレインの良さとは、比例しないその残価率という面で、今回はまあ 450H プラスは私の中ではちょっと落選と。いやでも本当直前まででも450の走りは絶対いいって分かってたんで、しかもですね、見積もり取ったら、まあ以前の動画でも予想はしてましたけれども、まあ案の定ハイブリッドとかターボの込み込み価格とですね、450H プラスのバージョン L とだとほとんど変わらないっていうか、2、30万しか変わらなかったんですよ。そうなると補助金がプラグインハイブリッドのモデルには、自治体によって金額が変わりますけど入るので、それ入れると多分逆転しちゃう、まあ5年間乗らなきゃいけないという縛りはありますけれども、逆転しちゃうような状況でした。まあね、リセールを考えると、まあその限りではないと思いますけれども、まあただその、購入した時点での、価格という面ではですね、ハイブリッドやターボの、てんこ盛りのオプションに対して、450H プラスのバージョン L は同じぐらい、トントンぐらいになっちゃうと。それだったら走りの痛快さと、まあ、プラグインハイブリッドというね、やっぱその凝った、気候ですし、充電設備がある家だったらですね、何十キロと、モーターだけで走れてしまうという、そのね、経済性とかも考慮するとですね、
いや NX450H プラスも全然ありだなと思ったんですけどね。でバージョン L とが、今回 450H だったらおすすめかなと思います。なんでかっていうと F スポーツ 450H プラス F スポーツにはですね、アドバンストパークとかレクサスチームメイトと呼ばれているような、まあ自動駐車とかあとリモート駐車とかが、装備できないというような形になってますし、さらに24万円高いという部分もありますので、だったらまあバージョン L でもいいんじゃないと思うところですね、といった感じでですね、見積もり予約速報ということでお届けしますと、結果としては私が購入したのは NX350 のターボモデルの F スポーツ AWD ホワイトノーバガラスフレーク、そして付けたオプションは何かというところなんですけれども、それはですね、別途見積もり動画出したいと思いますので、そちらをね、楽しみにしていただければと思います。まあそれもね近々、出しますし、もう10パターンぐらいいろんな、オプションてんこ盛りにしたやつ、オプションなるべく省いてコスパ優先にしたものとかね、いろいろ出してもらいましたので、そちらの、動画も楽しみにしていただければと思いますけれども、これからもねレクサス NX の動画もねバンバン出していきますし、まあこれからねレクサス、私これで9代目となるねレクサスアタイカになってますので、レクサスの情報とかね、これからレクサス購入したいよという人のためにですね、レクサスの魅力とか、購入するためにはどんなことをすればいいかとか、私がね初めてレクサスを買った時にはどんな感じだったかとか、そういうのもね、レクサスオーナーの魅力みたいなのとかね、身の丈を自分で上げる話とかもね、していきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録して、ベルのマークをオンにしておいていただいて、レクサスの話がもっと聞きたいよと、身の丈を自分で上げる話を聞きたいよという人はいいねボタンを押していただけると私のモチベーションも上がりますので、動画もね早く出すと思います。もう身の丈を上げる話だけ先に聞きたいという人はですね、メンバーシップ攻めの車購入クラブというね、ちょっとお高い、メンバーシップやってますけれども、そちらで毎週、そういうねポジティブ思考とか、身の丈を上げる話、あと副業の話とかもしてますんで、ご興味ある方はねそちらもぜひ登録してですね、過去のアーカイブすべて、見れますんで、1ヶ月だけ入って全部見てやめるということもできますんで、ぜひね検討していただければと思います。メンバーシップはね PC 画面でしか、エントリーメンバーになるのボタンが出ませんので、PC からアクセスしてメンバーになるボタン押してみてください。車でも何でもね欲しいと思った時が買い時ですからね、欲しいと思った時っていうのが価値が一番上がってる状況ですからね。去年あったでしょ、コロナのね、時期でマスクが、買いたくても買えなくてめちゃくちゃ高くなってた時期ってあったじゃないですか。その時に定価でマスクが売ってたらめっちゃ安いって思うのと同じでですね、今自分が欲しいと思ってる状態で定価で買える状況っていうのはねお買い得と言えることだと思いますので、ぜひね欲しいと思った時に車を買うっていうのがね一番価値が高い状態ですので、欲しいと思った時が買い時ということです。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。